神戸市建築住宅局制作課です。この動画では神戸市マンション管理計画認定制度の認定基準について詳しく解説をします。目次はご覧の通りで、まずはじめに1認定の基準についてマンション管理士さんからのワンポイントアドバイス付きで解説をします。次に2認定制度等に関するお問い合わせ先についてご紹介をします。認定基準には全国で統一された基準と地方自治体ごとに定められる独自基準があり、神戸市では独自基準としてマンションの管理状況の届出をしていることを定めています。管理状況の届出をすることで現在の管理を見直すきっかけにもなることから、認定申請に先立ち早めに取り組んでいただきたいというふうに考えています。なお届出の方法は神戸市のホームページから確認ができますので、検索の際は神戸市マンション届出で検索をしてください。またすでに届出済みのマンションも認定取得に合わせて管理状況が変わっている場合は変更申請をお願いします。それでは1認定基準をマンション管理士の藤谷さんより解説をしていただきます。藤谷さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、マンション管理士の藤谷博光です。それでは早速管理計画認定制度の認定基準についてご紹介していきます。1管理組合の運営、2管理規約、3管理組合の経理、4長期修繕計画の作成及び見直し等、5その他、これらについてそれぞれの基準がありますので一つずつ見ていきましょう。まず管理組合の運営についてですが、3つあります。1つ目、管理者などが定められていること。これは多くの管理組合で新事業年度開始後の総会で役員が選任され、第1回理事会で理事長が選任されると思いますが、その理事長が選任されたことが明記されている議事録が必要となります。2つ目、幹事が選任されていること。こちらも多くの管理組合では新事業年度開始後の総会で幹事が選任されるか、第1回理事会で幹事が選任されるということがあると思いますが、そのことが分かる議事録や規約で幹事が明記されているということが確認になりますので、よろしくお願いします。3つ目、集会が年1回以上開催されていること。集会とは総会のことになりますが、これらが毎年年1回開かれているか、必要なことは直近の総会の議事録とその議事録に議長及び議長が指名する2名の署名人の署名があるということが必須です。そしては次いきましょう。管理規約につきまして、こちらも3つございます。1つ目、管理規約が作成されていること。これは現に管理規約が存在しているということが必須となります。2つ目、マンションの適切な管理のため管理規約において災害等の緊急時や管理上必要な時の占有部分の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていることとあります。この占有部分の立ち入りの定めにつきましては、標準管理規約の第23条4項の条文を参考にしてください。また修繕履歴の管理の定めは標準管理規約の第32条6号を参考にしてください。3つ目、マンションの管理状況に関わる情報取得の円滑化のため管理規約において管理組合の財務管理に関する情報の書面の交付、これについて定められていることとあります。これにつきましては標準管理規約第64条3項を参考にしてください。理事や幹事以外の一般の区分所有者さんですとか、売買に関わる不動産業者さん、大規模修繕の実施状況ですとか、今後の修繕予定、駐車場の空き状況、ペットの飼育ができるかどうかなど必要な情報を聞かれたときに書面で交付することを規約に規定しているということが求められます。はい、では続いて管理組合の経理について、こちらも3つございます。1つ目は管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていることとあります。
ここでポイントとなりますのは、直近の総会で決議された決算報告書の中に、貸借対照表ですとか収支計算書が確認対象の書類となっておりますので、提出が必須となる書類となります。貸借対照表がないと書類不備になる可能性が高いと考えられます。2つ目、修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。ここでのポイントは、修繕積立金会計から一般会計へお金が充当されていないということです。修繕積立金会計からですね、一般会計というのは管理費の方にお金が移ったりとか、使用料の方にお金が移ったりということが言われるわけですね。この充当という言葉なんですけれども、当てはめて満たすことということで、貸し借りであったとしても認められないという可能性が非常に高いと考えられます。また長期修繕計画の資金計画よりも潤沢にお金があるといった場合でもですね、一般会計にお金を還元しようですとか、区分所有者へお金を還元しようということも基本的にはアウトということになります。で、ここで皆さんちょっと誤解のないようにしておいていただきたいのは、管理費の余剰金については修繕積立金会計に繰り入れするということは何ら問題はありませんので、あくまでも修繕積立金会計のお金を他の会計に移すことがダメという話ですから、そこは間違えないようにしてください。はい、では3つ目、直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であることという要件です。ここでのポイントは、修繕積立金の滞納額を確認できる書類と、その書類を客観的に判断するための貸借対照表や収支計算書も必須書類となります。では4つ目、長期修繕計画の作成及び見直し等についてお話しします。まずこちら 4-1、4-2、 この2つにつきましては、長期修繕計画書というものの写しが、必ず必要になってきます。それからこの長期修繕計画書が、きちんと総会で承認を受けましたよということが分かるように、その総会議事録の写しというものも必要になってまいります。そしてこの3番目、そして次のページになりますが、4、5、6、これらにつきましては長期修繕計画書のやはり写しが必要となってきます。でポイントとなってきますお話としまして、標準様式とはというところで、実はこの長期修繕計画ガイドラインというものがありまして、そこの様式 4-1 に掲げてあります19の工事項目というものが、きちんとこの長期修繕計画の中に含まれているということが条件となっています。じゃあこの19の工事項目、うちのマンションはこの設備はないんだよなという場合あるかと思います。でその設備がないという場合は、この設備は当マンションにはありませんということをきちんと記載しておく必要がありますので、ご留意ください。また各修繕工事の概算費用ですとか、おおよその工事の実施時期、30年以上の計画期間であること、その計画期間内に2回以上の大規模修繕工事が含まれていること、計画の期首、つまり最初の部分ですね、ここの修繕積立金の残高がちゃんときちっと書かれているということですね。そして計画期間全体の集める修繕積立金の総額がいくらなのか、専用使用料、これは例えば庭ですとかバルコニーですとか、こういったところに使用料収入がある場合、修繕積立金会計へ繰り入れがあるようでしたら、それの総額というものも必要になってきます。また借り入れをしているマンションもあるかと思いますが、その場合は長期修繕計画の計画期間内で借り入れの分が完済できますよということの計画になっていること、その他機械式駐車場がありますよというマンションにつきましては、その駐車場を運営しているのが管理組合である場合は、それら駐車場にかかる修繕費用も長期修繕計画書に落とし込みをしていただきたいと思います。
では続いて修繕積立金の平均額が著しく定額でないことというポイントについてお話ししていきたいと思います。長期修繕計画というのは、これ実際に皆さんが今後修繕をしていくために必要な計画ということになってきますので、実態としてですね、計画はしっかりできているけれども、それに対するお金がしっかりたまっていないというものですと、これは非常に意味のないものになってしまいます。つまり、じゃあこの計画書に基づいてどういった皆さん修繕積立金の金額を設定しなければならないかということが重要になってきます。皆さんの暮らすマンションのまず買い建て、これは何階建てか、そして延べ床面積を把握しているかどうか、そして平米単価がいくらなのかということを把握できているかというところが、まずこれ大事になってきます。今皆さん画面でご覧になられています部分ですけれども、この赤字になっているところ、このあたりがですね、求められてくる修繕積立金の平米単価ということになりますし、からとなっていますから、これより上限のところまでの範囲に入っているということになれば、何ら問題ないということになります。これは例えば平米、皆さんの建築延べ床面積によってこの単価が変わってきますので、まず皆さんがどういった平米なのか、延べ床面積なのかということを把握していただくことが大事になってきます。ただしですね、ここに書かれている金額がこれ絶対ではありません。先ほど申し上げましたように、皆さんの長期修繕計画書に基づいて問題のない範囲の平米単価を設定していただければいいわけなんですね。従いまして、このガイドラインのこの設定金額をですね、この水準を下回る場合でもですね、長期修繕計画上何ら問題がないんだという場合は、これは皆さんが素人の判断で主張しても認められませんが、例えば建築士さんですとかマンション管理士さんに理由書というものをきちっと記載してもらうということで認められる場合がありますので、こちらも皆さんまずしっかり把握してください。その他にですね、マンション管理センターが行っています長期修繕計画作成修繕積立金算出サービスですとか、それから住宅金融支援機構が提供していますマンションライフサイクルシミュレーション長期修繕ナビ、これを活用するなど、専門家の意見プラス客観的なツールの活用を求められる可能性が高いと考えられます。はい、ではこの修繕積立金に関するガイドラインの改定というところも少しお話ししていきたいと思います。改定前というところはもうこれ以前のものになりますから割愛をさせていただきますが、この改定後というところについてお話をさせていただきます。まずこの長期修繕計画書にですね、記載されている修繕積立金の残高 A、 こちらですね、はい、これにですね、計画期間全体で集める修繕積立金の総額 B、 これを加算したものからマンションの総占有床面積、こちらの X ですね、はい、そして長期修繕計画の計画期間であります Y、 これをかけたもの、はい、この式ですね、はい、これがですね Z というものになりますけれども、これが平米単価ということになります。皆さん先ほど見ていただきましたガイドラインで示されています修繕積立金の目安と比較して、皆さんがどれぐらいの単価なのかということをまず判断していただきたいと思います。でここでのポイントなんですが、皆さんまずマンションの、占有部分の総床面積というものが把握できているかどうかということです。占有部分というのは、皆さん例えば30戸のマンションでしたら30軒、100戸のマンションでしたら100軒占有部分があると思いますが、管理規約にですね、すべての占有部分を積算したいわゆる総占有部分の床面積というものが書いてあれば、それをきちっと見ていただければ結構ですが、そういった記載がないという場合は、一軒一軒の占有部分の床面積を全部足していただきまして算出をしていただくということになりますので、よろしくお願いします。はい、では続いてまいります。その他になりますが、ここもですね、その他と言いながら結構重要なところでして、
まずこの1についてなんですが、管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害時の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること、これをなかなかできているマンション少ないかもしれませんが、ぜひこういうこともですね、気をつけていただきたいんですね。で、組合員名簿というのは区分所有者名簿とも言いますが、もう一つ、および居住者名簿、ここの違い、皆さん分かりますでしょうか。この組合員名簿というのは、所有者さん一軒一軒のそれぞれの名簿ということになりますが、現に居住をされているんでしたらそこの住所先になりますが、例えば外部にお住まいになられているという場合は、じゃあどこに住んでいるのかということが必要になってきます。こういったところの、氏名も含めて名簿の管理が必要です。また居住者ということになりますと、所有者さんが住んでいる場合は居住者ということになりますが、所有者さんでない方がお住まいの場合は、それ以外の方のきちんと情報が名簿になっている必要があります。また個人情報に関わるような細かな内容まできっちりとされる場合はですね、皆さんの中でしっかりルールを作っておくということも大切かと思います。さらにこれが年1回以上更新しているかどうかというところに関わってまいりますので、年1回以上更新していることが確認できる書類、年1回更新していることに関する表明保証書というものの発行というのが必要かと思います。そして最後、神戸市が追加で定める基準というところになりますが、神戸市の独自制度でありますマンション管理状況の届出書、これが提出されているかどうかです。これにつきましてはですね、例えば前の役員さんの時に提出されたよとかっていうことがしっかり引き継ぎされていれば、すぐ皆さんわかるかと思いますが、もしそのあたりが不透明であれば、前期の役員さんに確認していただくとか、もしくは神戸市に確認していただくということでですね、もしまだ済まされていないようであれば、こちらの手続きも必要となってきますので、よろしくお願いいたします。藤谷さん、どうもありがとうございました。以上が認定基準に関する解説でしたが、実際に認定取得に向けて準備を進める段階で、より詳しく基準について知りたいですとか、基準の解釈を確認したいといったことが出てくるかと思います。その際は認定基準に関する問い合わせ先として、マンション管理計画認定制度の相談ダイヤルが用意されておりますので、こちらの番号までご連絡をください。また市内の分譲マンションの管理全般のご相談は、住まいの総合相談窓口であるスマイルネットにマンション管理の専用ダイヤルが用意されていますので、こちらにご連絡いただくとマンション管理士さんにご相談することができますので、ぜひご活用ください。動画の内容は以上となりますが、大前提にマンションは区分所有者の持ち物であり、自らがしっかり管理することが基本になります。そして自分たちで財産を適正に管理維持していくことが求められます。神戸市では区分所有者の皆さんが行う管理の取り組みをサポートするために、さまざまな支援制度を用意しておりますし、新たに始まったこの認定制度も適正管理を進めるためのツールになり得ると考えます。マンション管理に関わるさまざまな制度をうまく活用することで、より一層のマンションの適正管理を進めていってください。以上でご説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。